2017年6月ジューンブライド、祝福される嬉しそうな姿を横目に白熱するバトルを見届けるのはハライチ岩井、仮面女子月野モア、桜井ゆき、そして声優界一バトスピ愛が強いと言われる男木山茂雄。前代未聞の賞金100万円をかけたハードバトルエンターテインメント、それがバトスピエクストリームゲーム。バトスピエクストリームゲームとはカードゲームバトルスピリッツのユーザーが3人1組でチームを結成しバトルを行う。用意されたのは3つのステージ。1つ目の3 on 3ステージではユーザーチーム同士がバトルを行い、先に2勝したチームの勝利。勝利チームはガーディアンステージに進出。番組が用意した6名の資格ガーディアンからランダムに選ばれた3名全員に勝利すればキングステージに進出。最後はバトスピ最強バトラーキングに挑戦し、見事勝利を収めれば賞金100万円。それがバトスピエクストリームゲーム。前回キーカードって何かありますか？いやもう本音がジャオンディですね。フォンニーナを愛してやまない男イダテン、対するは世界チャンピオン福ちゃん。アタック時効果で相手のデッキを7枚破棄します、はい、フォンニーナを何枚も破棄されるイダテン。そして自分の敵がありませんので自分の負けです。ありがとうございました。ありがとうございました。戦国覇王福ちゃんが勝利。これで1勝1敗。ガーディアンステージ進出をかけた最後の戦いに挑むのは、ぶっちゃけガーディアン白以外そんな強くなくないですか？白のガーディアンシュクリ以外眼中にないと豪語する世界ベスト4の実力者ケイ。対するは、相手が誰であろうともしっかり自分のバトルをして勝ちに行きたいと思います。貯金ですかね。夢も実績もないオーバードライブラデン。それでは3回戦、先攻オーバードライブラベンさん、後攻戦国覇王ケイさんです。ゲートオープン開放。いいね、熱いな。スタートステップ、ドロップ、バーストカードセットします、はい、バーストからバーストをセットしました。エンドステップ、あ、エンドです。デッキの素性が見えないとやりにくいですね。ではドローをします。ケイさん、デッキの素性って言いますけど、最初に出したカードで、はい、あ、大体こういうデッキだな。明星きらめく花園。わかります。3コストを払って配置します。はい、明星きらめく花園ですね。だいぶ昔のネクサスですね。あれ強いのは手札にある黄色スピリットカードすべては自分のフィールドのシンボルに加えてトナッシュにあるカードのシンボルでも軽減コストとして使えます。レベルを上げて、それではこのままおしまいです。はい、では手配いただきます、はい。スタートステップドロー。はい、ネクサス、アイランドルートを配置します、はい、3コスト。あ、紫ですね。配置時効果で自分はデッキから1枚ドローします。紫なんだ。紫でも久しぶりですね。あんまり見ないですよね、一番最初のチーム鳥取勢、青井君が使ってた。ゴミおらし、はい、どうぞ、1コストで、はい、ソウルコア置きます、はい、アタックは行いません、はい、エンドステップ、ターンエンド、はい、スタートステップ、コアステップ、ドローステップ4コスト。キノキ源流デルフィニュートを召喚します、はい、では召喚時レベル 1,2,3 の効果ですね。手札にあるスピリット化、マジックカードですね、公開をして、で、その公開した枚数につき1枚カードを引きます、はい、じゃあカードを3枚引きます。はい、3枚ですね。オープン戦で3枚ドローします。そしてそれぞれのアクセルがあればその効果を使うこともできます。で、その公開したカードがアクセルのカードだったらコストを支払わずにその効果を使用します、はい、ではまず1枚目ラクシュマナの効果を発動させます。ではカードを2枚ドローします、はい、そして2枚ドロー、は
2枚ですね、2枚落とします。それではコルトを1枚捨てて、コルトをもう1枚捨てます。次2枚目、妖精神官アンドロメダの効果でラクシマナで破棄したカードをアンドロメダで回収しました。最後3枚目、すごいもう早速ループですね。コウの炎王バーリンのアクセル効果で、ではアンドロメダを回収します。デルフィニュートの効果でノーコストでアクセルを使用、さらにドローとカード回収で必要なカードを揃え一気に畳みかけようとしたその時、はい、では、そこでバーストをもらいます、はい、グリードサンダーですね、はい、あ、でもグリードサンダーを踏んでしまいました。手札が5枚以上になった時に全て破棄させて2枚ドローさせます。よっしゃー、あ、やばい、全てのカードを落として、はい、カードを2枚落とします。フラッシュ効果は使いません。はい、グリードサンダーでケイの手札にあるコンボに必要なカードを一気に破棄させ、ここから徐々にラベンのペースに。アメジストドラゴンさん、はい、召喚時効果使います、はい、デッキを、2枚ドローします、はい、その後、はい、手札にあるまたはフラッシュにある、はい、ブレイブカードコストを払わずに召喚します、はい、フェニキャノンですね、相当厳しいと思いますよ、でフェニキャノンの召喚時効果今回はネクサスを払います。ネクサス破壊されたか。その後も2コスト3コスト1軽減2コストでカオの呪文を、では消滅させます、はい、これですよ。わざと消滅させたアメジストドラゴンソニックをブラックライダーの効果でトラッシュからノーコスト召喚。アメジストドラゴンソニックの召喚時効果でさらにトラッシュのフェニックキャノンをノーコスト召喚し、ネクサスを破壊するという私有コントロールで K の動きを封じるラベン。ネクサスがもう出しても出しても破壊されますね。そうですね。その後も支流コントロールでバトルを支配するラーベン。そして迎えた13ターン目、ウロボリアスリバース、ブレイブアタックで、はい、超円魔人の、左右ブレイブ実効果で、はい、BP をプラス5000、はい、よって BP は、うん、まあ、トリプルシンボルです、はいはい、フラッシュないです、はい、じゃあブロックをします。はい、フラッシュタイミングはないです。ではこちらもありません、はい、では破壊されます、はい、うーん、では、バトル終了時にダブルドライブの効果、はい、左右に芯を持つスピリットがブレイブしているので、はい、同じ状態でもう一度アタックが可能です、はい、というわけで、リバースでもう一度アタックです、はい、ではフラッシュないです、はい、では3点あこちらないです、ないです。じゃあ3点食らってゴールドに置きます、はい、では、続けます。どうする、スカーレットでブレイブアタック、こちらもプラス5000されて27000、ダブルシンボルです。フラッシュはないです。こちらもありません。ではライフで受けます。ありがとうございました。決まった。ということでオーバードライブラベンさんの勝利です。わー、すげー、まさかの。よっしゃ、あんだけ引いたけどエブリはもうバーリー2枚目も引けないのか。弱い、引けない、ちょっと泣きそうになる。いやー、すごいね、こんなことってあるんだね。結構やりたいことをさせてもらえなかった感じがありましたね。そうですね、ちょっとできなかったですね、うん、はい、これでチームオーバードライブの勝利となりますよ、まあ、このまま100万取って帰ろうかなと思ってます。夢を持ち始めました。ドリームチーム戦国覇王に謎のスーツ軍団が奇跡の勝利。このままの勢いで100万円獲得なるか。ゲートオープン、開放。続いてはガーディアンステージ。ガーディアンを1人倒せば挑戦者に特製ライフカウンター3枚をプレゼント。2人倒したら来月の公認展大会に追加の記念品が。そしてガーディアンを3人倒したらキングへの挑戦権を獲得。さらにガーディアンはエクストリームカードという強力なカードが使用できるの。今回のガーディアンはこの3色。
青のガーディアン降臨。小川翔平。バトスピ歴8年、第1弾からバトルしているベテランプレイヤーで、バトスピ初の公式イベントから参加している実力者。バトスピのアニメに影響を受け声優を目指し、ダブルドライブで声優として参加。僕ぐらいの青の使い手になると相手は何もできずに終わる。全てのデッキを削ってやろうと思います。果たして挑戦者は青のガーディアン小川を倒すことができるのか。対するはフラッシュはないです。こちらもありません。ライフリガス、ありがとうございました。格上の世界チャンピオンペンタンに勝利をしたゴールド。まあやれることやって、僕が負けても後の2人がしっかり勝ってくれる。緊張してます？さっきほどは。控室でもバトスピ少しやって、次はこういう戦略でいいんじゃないかなっていう感じをつかめたんで。世界チャンピオンを倒したダークホースゴールドの次なる戦略とは。果たして勝つのは。先攻青のガーディアン小川翔平さん、後攻オーバードライブゴールドさん。ゲートオープン開放。では先攻いただきます。はい、スタートステップ、ドローステップ。さあついに青のガーディアンが初登場ですね。初登場、青のガーディアン。それでは、4コスト青の生物ネクサスを配置します。はい、スピリットアルティメットブレイブの召喚時効果が出ません。ほー、ターン終了です。はい、いただきます。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、メインステップあります。アクセル定期日グロリアスラク。はい、これで順調にメインアクセルの効果、デッキ上から3枚オープンします。はい、機械化しマンモンイシス、ゲンマジ定期グロリアスラク。めくれたカード3枚強いですね。名刺に見えてきますよね。私こういったものです、間違えてマンモンイシス出してる。はい、ここはドローを取るか。もう召喚時封じられてますからね。マンモンイシスにこだわる必要はないですが、いろいろ考えてますよ。グロリアスラクいただきます。はい、そうでしょうね。ではメインステップ終了でターン終了。はい、ではターンいただきます。はい、スタートステップ、コアステップ、ドローステップ。4コスト1軽減3コストで、あ、これまたガルガンドの最近環境に帰ってきたというネクサスですね。これはですね、はい、お互いのライフはアタックごとにスピリット1体から1までしか減りません。あ、シンボルが4点あっても1個しか減りません。あ、それではまだねスピリットが出てきてませんから、うん、マジック、3コスト2軽減1コストでストロングドロー、はい、使用します。デッキからカードを3枚ドローして2枚破棄します。はい、大体これで素性は分かると思います。巨海の剣探知機とガルガンダムの青破棄します。そしてね、フィールドにキラリと光るエクストリームカードが気になります。はい、いただきます。青はスタートステップ見たことないですもんね。青ね、ドローステップ。アクセル、定期日グロリアスラク。はい、アクセルの効果きます。はい、巨獣神ファーゾルとまたグロリアスラクナンバー24トリプルヘイ。もっと欲しいネクサスがこれで落ちてしまいます。あらー、そういうことでよくあります。巨神獣ファーゾルと、はい、ファーゾルとですね、選択して残ったカードを消します。これはですね、相手の効果によって相手の手札が増えた後にバーストをオープンします。バーストカードで、はい、まずスピリットをコストを支払わずに召喚して、その後このそのターンの間スピリット効果を受けないです。相手の、はい、ではターンで自分のターンにコアステップを2回やります。はあ、ドローステップ、4コスト2軽減で巨岩石の森をレベル2になると自分のデッキからエンドステップに2枚ドローして、あ、そうですね、2枚ドローして手札が3枚以下になるように配置します。はい、はい、6コスト3軽減、あ、出ましたね、爽快王レベル1で召喚します。はい、はい、ではアタックステップどうぞ。はい、爽快王でアタックします。爽快王のレベル1、2のアタック時効果、レベル2だと14枚で、相手のデッキの一番上から7枚、やっぱデッキ破壊なのかな。はい、トリプルヘビー、
シェパード、ウォールシープス、トリプルヘビ、ウォールシープス、ディノニックウォーカー、削れる時には削っていくという、はい、ゴールドさんにはキーカードっていうものはあるんですか？今紹介が白ですからね、やっぱり前回見たようなライフでいただきます。ブルリアスシープに現場陣で走行をつけて、大丈夫です。で、ブロックされませんという状態からアタックしていくというエンドステップでターン終了です。ブルリアスシープと言っていいんじゃないでしょうかね。スタートステップ。じゃあ破棄されなくてよかったですね。そうですね。今のでドローステップ。いやだいぶ悩んでるぞこれ。これは参りましたね。アクセル、恐竜神キターボレックスで、はい、爽快妙を指定してデッキの一番下へお願いします。はい、デッキ破壊の脅威を、はい、そうですね、退けましたね。ちょっとでも排除しておきたいと、メインステップ終了、アタックステップ、エンドステップです。どうぞ。はい、ではターンいただきます。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、コス3軽減、爽快妙を1体ありました。3コストで召喚します。はい、持ってた。しかも一害で、せっかく処理したのに。アタックステップ入ります。やばい、はい、やばい、はい、では、レベル2だ。ここから爽快妙でアタックします。アタック時デッキアマラ残ってるから7枚、7枚ターボレックス、グロリアスシープ、グロリアスラクーン、アクアエリシオン、いいカードばっかりですね。グロリアスシープ、アバランシボイスです。はい、そして、爽快妙のレベル2の効果、はい、アタック時、このスピリットの効果で相手のデッキを破棄した時、ま、このスピリットのソウルコアをトラッシュに置くことによって追加さらに7枚、7枚破棄お願いします。はい、追加で7枚破棄しました。先ほどのターンに7枚、このターンで14枚、合計21枚。ブレイブカード出てませんか？出てますね。出ますよね。わーきつい。やられましたね。ちょっと前進みます。はい、10枚切ったかな、残りできたし。こちらもよろしいですか？一応6枚、6枚。はい、かしこまりました。6枚、6枚、もういあと1回だよ。エクストリームカードもまだ使わず。使ってないですね。強いな。じゃあライフでいきます。はい、ライフ減少のバーストは、バーストはありません。はい、それではアタックステップ終了、エンドステップでターン終了です。はい、ではいきます。スタートステップ、はい、コアステップ、ドローステップ、手元から手蹴り、グロリアスラクーン召喚。はい、召喚時効果ありますが青の生物で、はい、召喚時効果封じられているため出ません。はい、あの爽快妙をなんとか恐竜神キターボレックスで、いい、あ、ありました。爽快妙をデッキの下にお願いします。また出ましたね。はい、これでなんとかギリギリしないんだ。しのげるから2体目の爽快妙がデッキの下に行きました。エンドステップ終了。はい、ではターンいただきます。ま、ね、ステップ、ね、まさか2枚目出てくるとは。コアステップ、ドローステップ、はい、やはりやることがなさそうです。4コストに軽減、2コストでガルガンドの呪文を。確かに手札もないですよね。ネクサスをどんどん出しますね。ドローカードも引いてなかったみたいですね。ちょっと厳しいのかな、手札が。ゴールドさんよくしのいだってところですかね。はい、形勢逆転ありますよ。エンドステップ短縮です。はい、やります。渡しましたよ。スタートステップ渡しましたね。コアステップ、ここで1体ずつ並べてどんどんライフを取りに行ってほしいですね。では、ゲンマジンを、定期日、グロリアスアラクーンへダイレクトブレイブ。はい、定期日、グロリアスアラクーン、はい、紹介します。レベル2、グロリアスラクーン、はい、こちらのラクーンに、1個とソウルコアを2つ置きます。はい、ソウルコア赤、紫、青をつけました。まあ相手は青ですからね。アタックするしかないですもんね、やれることは。アタックステップあります。はい、じゃあ、こちらのグロリアスラクーンでアタック、うん、フラッシュはありません。こちらもありません。はい、ではその攻撃でライフで、はい、いってみましたね。続きます。はい、グロリアスラクーンもう一体でアタックします。
フラッシュはありません。こちらもありません。ではその時は防御札はもう白と使ってることは一緒ですから。ではターンします。はい、それではターンいただきます。ターンを渡しましたよ。スタートステップ、はい、ライフの数が一緒になった。ドローステップ、トップドローが何なのか。では8コスト4軽減リブラゴレム。あっとリブラゴレム、はい、リブラゴレム破棄した3枚の中にスピリットカードがあれば回復します。なるほど。わ、またじゃあ破棄できる。そう、これで決めきるかな、ではアタックステップ、はい、リブラゴレムでアタックします。どうなる。アタック時、そうですね、シーンを持つ自分のスピリット1体につき相手のデッキの上から3枚破棄します。はい、ネクサス、ウォールシープス、マモイジス、スピリットカード、ゲンマジックス、はい、やばい。スピリットの効果で相手のデッキからスピリットカードが破棄されたとき、系統シーンを持つ自分のスピリット1体を回復させるので、はい、リブラゴレムを回復させます。はい、ではフラッシュいただきます。はい、フラッシュタイミング、降臨で、はい、あ、降臨カード、走行機ボーダンに、走行新規ボーダン降臨させます。はい、降臨時効果、相手のスピリット1体をデッキの下へ。はい、おー、あー、デッキの下へ、ギリギリ耐えた、ギリギリ耐えた、残りデッキあと1枚、しかしゴールドさんはあと1ターンしかない。こちらはクラッシュはありません。はい、では、エンドステップ、はい、巨岩石の森の効果で2枚ドローします。巨岩石の森の効果で2枚ドロー、はい、3枚以下になるように破棄します。その後、手札が3枚になるように破棄するので、はい、青の生物が2枚、はい、まあ、これはダブってますからね。と、うん、いうことはやっぱ手札あんまりよろしくなかったですね。はい、では手札が増えたのでバーストいただきます。はい、あ、先ほど、巨人獣、バーゾルとバースト召喚します。はい、ファーゾルとバースト召喚されました。コアステップ2回やる、相手の効果で相手の手札が増えたです。はい、で、バースト召喚した後このターンの間相手の効果を受け付けません。では、エンドステップなので完了です。大逆転、はい、スタートステップ、コアステップの時にファーゾルトの効果、はい、自分のターンでレベル 1,2 の時自分のターン中自分のコアステップ2回行います。はい、ではコアステップ、コアステップ、そしてラストドロー、ドローステップ、サフレイキと共にドローしてこのターンでライフを3点削り切れるのか。リフレッシュステップ、はい、削れるか、見ものですよこれは。面白い、あと3つ、あと3つリフレッシュで回復するから、まあ、手札に氷、神戸式、アクアエディション、はい、効果確認します。アクアエディションが出ました。相手のリフレッシュステップ、相手のブレイブしてないスピリットアルティメット全てとネクサス全ては回復できないっていう、回復できない、はい、ありがとうございます。ではアクアエディションに、ゲンマンションブレイブします。はい、ではメインステップ終了、はい、アタックステップ入ります。はい、1時間いらされました。そうですね、ガルガンドの情報の効果で、アタック1回につき1時間入れません。わ、はい、かりました。ではファーゾルトでアタックします。はい、フラッシュあるのかな。ここで何かのフラッシュ、フラッシュ、はい、ある、白鳥貿易、あ、4コストで使用、はい、対象までこちらを手札に戻して、はい、あ、持ってるよね、あんだけ引いたら。ソウルコアを使用しているのでこのターンの間ライフは1しか減りません。了解です。エクストリームカードを使うことなく、では、フラッシュタイミングありませんので、はい、このままターン終了まで、はい、ではターンいただきます。はい、アタックステップ何もせずエンドステップターン終了です。はい、スタートステップありがとうございました。ありがとうございました。最後の最後まで検討したんですけれどもね、惜しかった。そうですね、白鳥貿易握られてるかなとは思ったんですけどそこはもう攻めるしかないなって。そうですよね、はい、次の防御もなんとかなったかななんですけど、やっぱりデッキっていう限界があるのが辛かったですね。オーバードライブゴールド、惜しくも敗戦。ただいま押された回には止まります。
キ初心者クスノキの増殖デッキに敗北し、画面女子最強バトスピプレイヤーの座を奪われた月野モア。おい岩井、勝負しろ。ボコボコしてやっからな、てめえ。前回増殖デッキ使いの岩井を仮想クスノキとし勝負を挑むも、大きなミスをしていた。それは増殖対策のキーカード支援獅子を召喚できるにもかかわらず、エンドステップで、はい、召喚せずにターンを終了してしまう。これが月野の勝敗を大きく変えることに。ここからは後半戦。クーリーを2コスト1軽減で召喚。増殖を使い次々にスピリットを増やす岩井だったが、戦機ムルシエラフラッシュ効果、コア3個以下の相手のスピリットアルティメットを全て破壊する。戦機ムルシエラを使いスピリットを一気に破壊しようとする月野。しかし、ラック属強制を持つ自分のスピリットが相手の効果で破壊された時、同じフィールドで戻すことができるんで、はい、一応破壊されるんですけど、はい、破壊されない、戻りますね。なるほど。モアちゃんじゃあエンドステップで。ここから一気に祝いのペースに。クーリンを召喚します。何か狙ってるカードがあるんですかね。もしかしたらハムタン、うん、その可能性は、ハムタンを狙ってる可能性は、そうですね、ハムタン狙いで割とめくってる可能性は。増殖言ってるそばから、うわ強い。プロマージュで破壊耐性を、ハムタンでコア除去耐性をつけた岩井。紫に対して鉄壁の守りを固める。これは出すべきだったのに。おっと、なんでだ。あの時支援獅子さえ出していれば、ここまで増殖されることはなかったはず。絶体絶命の月野。巨本でアタックします。ダブルシンプルです。インライフで受けます。そしてついに、でハムタンでアタックします。フラッシュないです。はい、シンボルです。はい、ライフで受けます。ありがとうございました。やだ、なんか戦いだった。悔しい。この敗戦をね、また糧にしてどんどん上達していただければと思いますね。はい、この戦いで支援獅子が勝負を大きく左右することを学んだ月野は、収録後さらに木山と実戦練習。次回増殖使いクスノキとリベンジマッチ、仮面女子最強の座奪還なるか。バトスピニュース。はい、ここで7月29日発売の降臨編第2章青き海賊のご紹介となります。2章来ました。2章のメインスピリットですね。はい、メインスピリットは青いジークフリードとなっています。ジークフリードに青いのが出た。そうなんです。なるほど。このジークフリードにはなんと海賊という設定があるんです。このジークフリードの他にもカード名に竜王海賊団と入ったカードが大量に、やべかっこいい。そうなんです、海賊団が大量に収録されております。大型高コストのスピリットの系統、巨神を持つスピリットもリバイバルカードで登場します。久しぶりだ巨神。はい、青きジークフリードと巨神の軍勢の戦いでバトルはさらに熱くなります。そして降臨編第2章のキャンペーンはですね、テレビアニメバトルスピリッツ少年撃破団に登場するコアの光主、こちらのキースピリット6種がリバイバルして X レアで収録されます。ついに来ましたか。はい、ライオウリュウジークブルムや
剣王獣白牙狼などスピリットたちが強化されて帰ってくるんです。さらにですよ、誕生石をモチーフとした特別な12体の X レアスピリット、奇跡12章も3種3種収録されております。第2章からですね、おすすめのカードをご紹介させていただきます。はい、第2章メインスピリット、海賊竜王ジークフリードアビス、じゃーん、はーい、こちらですね。こちらのカード、降臨時に自分のネクサスを降臨元カードとして追加することで相手のスピリットを大量に破壊することができるんです。アタック時にはこのスピリットがブロックされなかった時、このスピリットの降臨元カード1枚につき1つ青のシンボルが追加されるんです。はい、このタイミングで追加されるということは、なんと天下列島山の効果を受けないんです。そうだよね、はい、なので、降臨時効果で大量のネクサスを降臨元カードにすれば相手のフィールドを一掃し、さらにアタック時のシンボル増加効果で一気に勝負を決めに行ける強力な X レアとなっております。これは強い、ていうか、はい、もう使ってみたい、僕青好きなんで、そうですね、それは使ってみたいな、はい、はい、こちらのカードが入った盛りだくさんのブースターパック、7月29日土曜日発売となっております。ぜひぜひ皆さんゲットして楽しんでください。ゲットする、する。はい、全国の公認店で開催される6月のショップバトルについて説明いたします。はい、今回ですね、優勝者にもらえるカードが、はい、氷くてフォンダシオンがもらえます。はい、こちらのカードがもらえます。さらにですよ、5月の17日水曜日の放送回のエクストリームゲームでチームハムスターズさんガーディアン戦で2勝いたしましたので、通常の参加記念カードに加えてもう1枚特別な参加記念品がもらえます。それがこのカード、はい、極限竜神エクストリームドラゴンです。はい、このカードエクストリームドライブという効果を持っています。条件を満たすと DP3 万以下の相手スピリットアルティメット全てを破壊し、さらに破壊した数だけドローができるという強力無比なカードとなっております。詳しくは公式ホームページをチェックしてください。6月のショップバトルでぜひぜひ手に入れてくださいね。ゲットしてね。次回、オンニーナ使いのイダテンが青のガーディアンに挑む。しかし、デッキの1枚目から7枚破棄お願いします。さらに7枚破棄お願いします。愛するフォンニーナが次々とデッキ破壊の餌食に。ついにプロデュース力を問われる時が来た。フォンニーナ's revenge on stage。 私服のフォンニーナを召喚。この私服のフォンニーナは衣装ステージウェアを持ったフォンニーナにオンステージします。戦国の姫フォンニーナでアタックします。いけるね、これいけるぞ。ステージ衣装に着替えたフォンニーナが応戦。追い詰められた青のガーディアンは、フラッシュエクストリームカードオープン。おう、やばい、フォンニーナー。愛で破壊を超えることはできるの。